どうも皆さんこんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。本日もこのちっちゃくて薄い G ロボ薄レレウクレレガズモデル、これ現在予約受付中です。このウクレレを使いましていろんな曲に調整していきたいと思います。さあ皆さん音楽を始めましょう。音楽って聞くよりやる方が楽しいですよ。はい。さあ今回のテーマソングですけど、この曲はもうねみんなで歌いたい素晴らしい曲お届けします。こちらです。ドーン。白雪姫でおなじみ、いつか王子様が、この素敵な曲、これディズニーのね、白雪姫の挿入歌として作られた、もうほんと1930年代ウォルトディズニーの、まあ、あの映画の曲なんですけど、今やこれジャズナンバーのスタンダードとしてもこれはねもう名曲となってますね。で今回ちょっと面白い企画を考えてまして、この動画は日本語版です。そしてですね、コード進行一緒で英語バージョンの動画をちょっと別動画にて公開しようと思います。はい。英語バージョン見たい方ここにリンク貼っとくんで、これ行ってみてくださいね。これね、英語でやるのと日本語でやるとだいぶ世界観変わるんでね、これも面白いと思います。で、説明の方はこちらの日本語バージョンの方でちょっとディープにね、ワンポイントやっていこうと思うんですけれども、はい。そんな感じで、このいつか王子様が、ガズレレでいう簡単バージョンで、どんどんやっていきましょう。いつものように、日本語バージョンとして2バージョン、この動画ではやっていきます。最初は初心者の方にもなるべく簡単にできるようにしている、超シンプル簡単バージョンゆっくりやります。とはいってもこれね、弾き方のリズムだけがちょっとかっこいいバージョンと簡単バージョンで変わるんですけど、このシンプル簡単バージョンはこれ、この曲3拍子の曲なんで、1ブロック3つ3回弾く3拍子でいこうと思います。で後半のかっこいいバージョンはどんなリズムかというと、これちょっとね新たな試みなんですけど、このトレモロ奏法っていう、ちょっとこれもねお楽しみにしておいてください。この弾き方かっこいいですよ。はい。2バージョン最後までぜひともご覧になってください。さあ皆さん音楽始めましょう。音楽って聞くのもいいけどやる方がもっと最高。今ご覧いただいているガズレレ YouTube チャンネルではですね、今まで音楽やりたいなと思ったけどやったことないんです、チャンスがなかったんですという方とか、楽器に挑戦したんだけど難しくてやめちゃいましたみたいな方、あっという間にこのちっちゃいウクレレを弾いて歌う弾き語りができるというプログラムがあります。このガズレレプログラム、めちゃくちゃわかりやすくて簡単で楽しくてどんどん上達できるんで、全世界中の方が今も何十万人もこのガズレレで音楽始めてくれてます。皆さんもすぐできますよ。もうちょっとしたらこのプログラムのリンクをここら辺に貼り付けておきます。このリンク先にジャンプしてもらって、上から順番に YouTube 動画を見ているだけで本当に誰でも、キッズからおじいちゃんおばあちゃんまであっという間に弾けるようになります。はい。これ YouTube 動画ですから無料ですからね、音楽始めましょう。じゃあこのプログラムのリンクここに貼りますよ。いってらっしゃい。ここいってらっしゃい。そこには今までガズが取りためてきたこの世の中にあるありとあらゆる音楽ジャンルの曲が、このちっちゃいウクレレを弾いて歌えるようにしているレッスン動画と課題曲、すでに1800曲以上も取り上げております。皆さんの好きな曲必ずあると思います。今日みたいなアニメソングとかディズニーランドの曲、ここにもいっぱいまとまってますので、ぜひここもチェックしておいてください。それでは やってまいりましょう。はい。いつか王子様が、白雪姫の挿入歌、まずは日本語バージョンの簡単版3つ弾き、1ブロック3拍子ですから、1ブロックの3つですからね。はい。溜めながらフィーリング込めてやってみます。せーの。はい。See you.
白雪姫のいつか王子様が日本語バージョンの簡単アレンジバージョンガズレレ簡単版やってみました。いやー短いんですけど、この世界観はもういいですよね。なんか本当ジャズっぽいっていうか、それでいて白雪姫のなんかあの感じも出る。これ面白いですよね。で、また日本語バージョンでやるとまたこれ面白い。さっきも言ったけど、別動画で英語バージョンも撮ってますんで、そっちもちょっと見比べてあの、両方やってみると面白いって言いますけど。ひとまずこのやつやって、これフルコーラスですから、一応映画の中の挿入歌としては、はい、短いですけど、これだからこそこのギュッと詰まったこの感じ、ぜひ皆さん表現していきましょう。で、思いのほかコードね、おしゃれなコードいっぱい出てくるでしょ。この辺がジャズっぽい感じが、プンプンしてくるんで、ちょっと初心者の方も頑張ってね、コードいろいろ押さえていきましょう。で、3拍子ですよ。分かった？ワンブロック3回弾く。1、2、3、1、2、3。この感じ。そしてこの曲はこの曲の中に溜めるっていう要素がすごくこれ大きいと思うんで、伸ばすとこ溜めるとか、そのね、このフィーリングも一緒にやってみる。これがいいと思います。はい。今のシンプル簡単バージョンの動画に合わせて、まずはね、練習スタートしてください。でね、1個目のゴール設定としては、シンプル簡単バージョンのガズさんの動画と一緒にできるようになったら、もう1つ目のゴール達成で素晴らしいなというふうに思います。できるようになった方は、どんどん次のステップ行きましょう。次のステップは何かというと、今度はガズレレ YouTube を一切見ずに、皆さん押してるだけで歌って、リズムを生み出して歌う。これをね、作り出してもらいたいですね。でも、最初からコードと歌詞を全部覚えるので大変でしょうから、最初のうちは楽譜的なものを見て、見ながら練習しているうちに自分の中に落とし込んでいって、いずれは自分で覚えちゃって、本当いつでもどこでもこう、外でね、星空を見ながら歌うとかね、夕日を見ながら歌う、こういう風にやるのがいいと思うんですけど、まずはね、楽譜練習を始めましょう。でも楽譜ってどこにあるんでしょうということになると思うんですけど、安心してください。今ね、画像はですね、見てください。手書きにした、日本語版のこの、これを見ながら、演奏していきました。ものすげえシンプルな楽譜ですからね、今日は。これもうちょっとしたら後でこんな風に画面に映してシェアしようと思うんですけど、今すごい便利なサービス始まってます。はい、ガズクラブです。ガズクラブっていうのは一体何かというと、毎月660円のクラブ活動費を頂戴しまして、今日取り上げているいつか王子様が、を含む、ガズが今まで手書きで書きまくってきた膨大なノート楽譜のストックデータの中から、皆さん毎月5曲、この曲いいな、やってみたいなという曲をお選びいただいて、お手元に即座にダウンロードして、すぐにね、自分でレッスン開始できるという画期的なサービスなんです。そしてこのガズクラブはですね、楽譜のダウンロード以外にも、毎月2回、全世界中の方が参加してくださってくれる、ものすごい盛り上がるオンライン大セッションイベント、毎月2回ですよ。オンラインクラブメンバー限定で開催していたりですね、皆さんの演奏動画アップロードできる場所があったりとか、なんかそのガズクラブだけのいろいろイベントが、限定イベントがあったりとか、とにかくここは一個の村みたいな感じで、音楽をいろんな形で楽しもう、いろんな老若男女集まって音楽をガズレレで楽しもうみたいな、そういうことになってます。これ楽譜のダウンロード以外にも一個のね、村作りとして動いてますね。はい。これ概要欄にね、詳細貼っておくんでチェックしてください。それとはちょっと別なんですけど、このガズレレ大学っていうのもやってます。このガズレレ大学はもう読んで字のごとく大学ですので、ちょっと難しいリズムのお勉強とか、このフレーズここがちょっと難しいとか、8ビートのこの16ビートのこの指使いだとか、ここのフレーズのこの指とかコードとか、そういうことをね、毎週2回のライブ配信でチャットでやり取りしながらリアルタイムで、講義を行っていくという YouTube メンバーシッププログラムという YouTube のサービスを使っているコミュニティがあります。これもね、なかなかこれはね、面白いですよ。こっちの方もね、概要欄に入って、貼っておきます。あとはね、他にもいろいろやってるんですけど、毎朝7時半からラジオ放送をやってます。スタンド FM というね、アプリの中でガズラジというラジオ放送をやってます。これめちゃくちゃいい話してますから、ぜひ皆さんこれ、無料でね、いつでもどこでも聞けて、アーカイブも残ってますんで、ぜひガズラジもですね、チェックお願いします。こっちも概要欄に貼っておきます。それでは楽譜を見ていきましょう。いつか王子様が白雪姫でございます。日本語バージョンですよ。ジャズって書いてあるけど、これジャズの名曲としても有名です。はい、ここにも書いてある3拍子の曲です。ワンブロックに3つ弾いていきます。いつの日にか、こんな感じです。はい、これ1番映しておきます。1番2番っていうかね、もうほんとこれ短い、ほんとこの短さもまた魅力ですね。これはだけどさっきも言ったけど、この歌い方、弾き方、テンポの感じ、伸ばすところ、溜めるところとかも織り交ぜてちょっとやっていきましょう。はい、いいですか。さーっと、これは簡単ですからね、書くのは簡単だと思います。はい、ここ伸ばすとかね、シンプル簡単バージョンはちょっとこれこんな感じでやってみました。はい、シンプル極まりないですけど、これはなんていうの、頭の中にね残る素晴らしいメロディー、この雰囲気、ムード、おしゃれでダンディーなんだけども白雪姫ですから。はい、じゃあ書いていってくださいね。はい、じゃあ出てくるコードを解説します。はい、見ていきましょう。いきますよ。
C と A7、FDm、G7、E7、D7 ということで、今日ね、7個コード出てくるんですね。これね、シンプル曲なんでもっと少ないかなと思ったんだけど、このコードを使ってやっぱりあのおしゃれな感じを表現してます。とはいえこれは皆さんいつもおなじみのやつですね。ガズレレ必須コードという、ガズレレではもう入門コードのおなじみのグループなんで、これご安心ください。このガズレレ必須コードっていうのは一体何かというと、ウクレレ初心者の方に一番最初に覚えてもらいたい10個の入門コードのグループ。はい。今日そのうちの7個が出てくるわけですけれども、10個も覚えなきゃいけないのかと思うかもしれないんですけど、これ入門コードなんで1個ずつ見たら簡単。だけどね、いっぺんに10個覚えようと思うと頭ごちゃごちゃになるんで、私が皆さんに頭にスイスイ覚えられちゃう、ものすごいいい動画撮ってます。ここにリンク貼っています。ガズレレ必須コードはこの動画を見て、楽しくマスターしていきましょう。はい。で、今のシンプル簡単バージョンは、この7個のコードを使って、ゆっくりと1ブロック3回3拍子で、弾いていたぞということになります。それではここからね、かっこいいバージョンの解説に今日はどんどん入っていこうと思います。かっこいいバージョンではね、ちょっとね、画期的な、面白いアレンジでちょっと挑戦してみたいなと思うんですけど、弾き方ですけど、こちらのトレモロ奏法みたいな感じでちょっとやってみようと思います。トレモロ奏法って一体なんだということなんですけど、イメージですよ。こんな感じです。こんな感じです。このダラ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 で、これリズムがあるようなないような、でも大きく見るとやっぱ三拍子のリズムが紡がれてるんですけど、この結構フィーリング重視のこのトレモロ奏法。というんでしょうか、これはレッスンというよりもフィーリングのなんかこう感じ取ってくださいってことになると思うんですけど、コードを弾きながら16ビートみたいに手首を柔らかく使ってサラ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 ってやりながら気持ちよくこう歌を乗せていく、これをねちょっと皆さんチャレンジしてみましょう。で、ガズさんの演奏動画に合わせる必要は全くなくって、それぞれの皆さんのペースでゆったり溜めながら気持ちよくやるのがポイントです。ちょっとね、出だしのところをもう一回ちょっとやってみようかな。いきますよ。せーの。みたいな感じで、この強弱も。感じこう波のように強弱を使って柔らかくソフトにトレモロ奏法みたいな感じというふうに表現ですけど、これすごい素敵だと思いますね。なんか本当こう地中なんだベニスでこうあのちっちゃい船にあの揺られてるようなイメージになるんじゃないかな。乗ったことないけどきっとそんな感じだと思うんですけど、これやってみましょう。ちょっとこれはですね、もうこれ以上説明できないってところありますね。コード進行はシンプル簡単バージョンと全く一緒なんですけど、デモ演奏をちょっと聞いていただいて、あ、こういうフィーリングね、この感じね、これまさにレッスン動画と言いながらこのフィーリングを感じ取ってくださいというなんか凄まじいレッスン動画になっているんですけどね。はい、そのトレモロ奏法を用いてちょっとこう溜めてゆったりと演奏してみようと思います。はい、でこれ映画をね、白雪姫、ディズニー映画見てくださった方、もちろんあの映画のストーリーとか、あとジャズの感じのねイメージを持っててもこの曲かっこいいと思うんで、そういう頭の中でねいろんなイメージを持ちながらこの音楽とこう重ねる、こういうところはポイントになってくると思いますからね。はい、じゃあかっこいいバージョンもう早速やっていきましょう。これ英語バージョンでも同じ感じでね、あの他の別動画であのリンクあの概要欄にも貼っときますけどね、かっこいいバージョン英語ね、英語バージョンも、はい、ちょっと合わせてねこれもやってみてください。さあそれではやってまいりましょう。いつか王子様がガズレレ流かっこいいバージョン日本語版やってみる。せーの。
のちかさん、いつか王子様がガゼレレ流かっこいいバージョンやってみました。いかがですか、あのトレモロ奏法。なんかいいですよ、こう滑らかにこう本当に水面に浮かんでいるようにこう柔らかにこう、ね、奏でていく、ああいう感じのスタイル、結構新鮮ですよね。ぜひぜひ挑戦してみてください皆さん。で、何回も言ってますけど、英語バージョンの、このいつか王子様が、英語で言うと Someday my prince will come、こちらの方もね、概要欄にね、あの貼っとくんで、こっちも同時に見てくださいね。さあ皆さん、お知らせです。ですね、ガズのわがままウクレレシリーズの定番のラインとガズの初めてウクレレがですね、ただいま、販売開始になりました。今までこれ予約いただいて期間をいただいていたんですけど、なんと今回即座に3営業日以内に発送ということになってますんで、これご注目ください。でただし、この今使ってるガズモデルとセミオーダーモデルに関してはやっぱりちょっと、もうちょっと時間かかりますんですけれども、このレギュラーラインはもう即購入可能です。もうすごいいいウクレレですからね。はい、その辺のことはちょっとここにリンク貼っておくんでご確認ください。このガズレシピ、皆さんのスマホに入ってますか。これね、どんどん進化してるんですけど、これアプリなんですよ。ガズレレの、楽譜が見られるアプリなんですけど、この中でね、楽譜がね、いろんな楽譜が見られることになってるんですけど、1曲からでも、ワンブロックごとの、まあ、本みたいにセットで買うとすごい割安になったりします。で今回この度ね、また40曲の新たなブロックボリューム7が追加になっております。ちょっとアプリもぜひ見てみてください。これめちゃくちゃ分かりやすい、アプリになってまして、楽譜がですね、簡単版とかっこいいバージョンの2バージョン記載されていたり、メトロノーム機能だとか自動スクロール機能がついていたりとか、もう本当に新世代ですから、皆さんのスマホタブレットでめちゃくちゃ見やすい仕様になっております。そしてこの、アプリで使用している楽譜がなんと本当の本にもなっております。リアルな本ですよ。これはガズレレが出版している本でございまして、さあのこの後紹介するリッドミュージックの本とはちょっと違うやつで、こっちはかっこいいバージョンのね、さっきも言ったけどこのガズレシピっていうのは簡単版とかっこいいバージョンの両方の表記があるっていうところがちょっと特徴的でございます。これはですね、もう大絶賛 Amazon でご購入いただけるような状態になってますので、ちょっと Amazon 内でガズレシピと検索してみてください。そしてガズレレではですね、日本の最大の楽譜出版会社リッドミュージック社さんより、こういうね、楽譜、簡単楽譜の、出版をしております。今4冊出てるんですけど、これがものすごいベストセラーになってまして、ありがとうございます。この4冊で累計16万部を超える、すごくヒット商品になってるんですけど、やっぱり、ね、簡単でとにかくわかりやすいっていうのが特徴です。この本はですね、もう大型書店さんとか楽器店さん、もちろんインターネット書店さん、Amazon とか楽天ブックスさんとかも置いてあります。これは本当におすすめですね。初心者さんは、まずはこれを、ゲットして練習していただくのがいいと思います。その他にガズレレではいろんなグッズもリリースしてます。このストラップとかキャップはハニーさんのハンドメイドだったり、これについてる水引きなんですけど、これ私の両親が水引き歴もう50年以上と大ベテランが作って手作りものだとか、まあいろいろそういうこともあったりとか、まあまあこのガズレレのホームページ見ていただくと大体のことわかると思うんですけど、とにかくいろんなことやっております。このウクレレもね、毎月後半にね、予約注文とか受け付けて、またそれもね、 YouTube でもアナウンスしてますけど、とにかく山盛りガズレレのホームページをご覧になってください。さあ皆さん、楽しく音楽やっていきましょう。音楽って聞くのもいいけど、やる方がもっと最高。ガズレレ YouTube チャンネルと、最近ではね、鍵盤楽器ピアノでもガズレレのやり方でやったらものすごく面白いよっていうね、ガズピアノという、YouTube チャンネルも始めてます。こっちもめちゃくちゃ簡単でめっちゃ面白いんで、これもね、ガズピアノぜひ、探してみてください。楽しく音楽やろう。それじゃあ皆さん、さよなら。